今日の東京株式市場の日経平均株価は昨日より一時1000円近く値上がりし、終値は 41,500円台と史上最高値を更新しました。日経平均は午後の取引でさらに値を上げ、一時900円以上値上がりし、取引時間中の史上最高値を更新しました。終値ベースでも最高値を更新していて、昨日よりも799円高い 41,580 円で取引を終えました。ハイテク株などで構成されるアメリカのナスダック総合指数が史上最高値を更新し、日本でもハイテク株を中心に値上がりしました。7月後半に控える企業の第一四半期決算で、業績が上振れするという期待感から買いが進んだという見方もあります。ただ、急速な値上がりに市場には警戒感が広がっているとの指摘もあります。